プシップにはデータ圧縮プログラムの一つ、およびその圧縮データのフォーマットである。ジュリアン・スーワードにより開発され、その実装のライセンスは BSD スタイルである。1996年6月に最初に公開され、その後の数年間で動作安定性と人気とが高まった。2000年末にバージョン1.0が発表された。ブシップに圧縮プログラムを用いて処理されたファイルには、 拡張子として、標準的には、ジーにが付けられる。アーカイブ機能はない。ブシップには、圧縮効率を良くするためにブロックソート法と MTF 法、ハフマン不合化法を用いており、従来のグシップや ZIP といったデータ圧縮法と比べ、より高い圧縮率を誇っている。また、ブシップ2の操作法は、意図的にグシップに似せてあるので、グシップからは、 容易に移行できる。しかしながら、処理速度の点で、ブシップには、グシップよりも劣っているので、グシップを完全に置き換えるまでにはいたらず、また、高圧縮率のフォーマットとしては、XZ も登場している。しかし、ブシップには、スタッファットやセブンジップといった高圧縮プログラムと比べて圧縮率が、 同程度に良いにもかかわらず処理が高速である。ブシップ2は、ネットワーク経由で配布されるサイズが、比較的大きいファイルの圧縮に用いられることが多く、代表的なものとしては、Linux カーネルのソースコード群が挙げられる。ブシップ2の原型である、ブシップでは圧縮アルゴリズムに、算術符号を用いたので、算術符号に関係する特許に制約を受けて、開発の継続ができなくなった。 という経緯がある。ありがとうございます。